バレたことありますか？何回か話したことあるけど、ちょっと、結構前か。3年前ぐらい。2、3年前ぐらいにある。3年前か。新宿駅の、駅のホームで、ソマちゃんとちょっとはぐれちゃって、ソマちゃんこっちって言ったら、みんな振り返って、っていう過呼吸になってる女の子がいたから一瞬で分かった。なってた。そう。飛び跳ねてたから、まずいと思って逃げた。スマちゃんこっち走るよって逃げた。そう。それからマジで学んだ、本当に。本当に、スマちゃん！その時はね、スマちゃんとは言い方しなかったんだけど、こっちーっつって。そう。一瞬でバレた。一瞬で逃げた。セルトどうしたんだよって言われたんだけど、バレちった、ソマちゃん。これはまずいから逃げようと思った。って言った。そうなんだよ。いや、マジでね、やっぱ声はバレるよ。意外と。しかも、テレさんこんな声してるからさ、大声で名前とか呼んだらね、結構やっぱ見られた。お前、そんな声してたんだなーって。お前初めて会ったけど、そんな声してんだなーっつって見られた、めっちゃ。そう。そうなんだよ。顔とあんまし、なんか声がこう、なんだろう。うまいこと、なんていうの？合わないんだろうね。ギャップか。そう。顔と声が一致しない、そう。そうなんだよ。そうなんだよ。そう。しかも、ライブのバンドさんにさ、リハーサルの時にさ、テルトさんって、その声って本当ですか？本当ってどういうことですか？その声はキャラクターとか、作ってるとか、ソマチャが隣にいて、ソマチャかな？ソマチャかな？確か。いや、違うんすよ。こいつマジなんですよ。マジですか？ マジですか？マジですよ。そう。マジでね、疑われた。てさ、マジレスしてさ、いや、マジじゃなかったら、この活動やってきた4年間、声作り続けることきついですって。なんか疑われたみたいでさ、そんなこともあるんですね。なんか、すごいっすね。そう、すごいっすねって言われて。すごいっすねってな、なんやねん！と思って。そう。